今回はね、薄皮の粒あんね、山崎の粒あんでございます。食べてね、山崎の粒あんね、半額になったんですね。だって買ってきてます。しかしも山崎のパンってのはどれを取ってみても甘いですな。そんでどんだけあるんだってぐらい、さすが世界に山崎がある。すんげえたくさんいろんな種類だったんですよね。一時ね、私もね、アンパンを探してたんですよね。山崎のアンパンは食べたんで、山崎以外のものを探してたんですけど、どこを向いても山崎のアンパンしかなかったから、この野郎と思って嫌がらせしてんのかいと思って、でどこのスーパー行っても山崎のアンパンしか置いてないんだなと思ってね、指針だって探しました。結果的にね、あの店になったらね、山崎以外のアンパンだったんでよかったなと思いますね。まあ、それにしても、どこ行ってもあれですからね、あの山崎のアンパン、これすごいたくさんね。一体どんだけ作ったら、どんだけ作っておりゃ気がするんだっていうね、ものなんですね。で、こういう肝心な時に、よし、開けましたね。で、ではね、食べてみたいかなと思いますね。山崎の、粒あんでございます。ではね、こうやってね、丸い形になってるんですね。では、やっぱこれ冷蔵庫でね、冷やしておきましたが、まあいいですね、この暑い時期にね。で、この甘さと、ここも、もう見るからね、あ、アンパンだなっていう感じですね。で、あんこがぎっしりと入ってて、で、その中で甘みが増している。で、食べた時の甘さで、粒が大きいんだこれね。で、あんこの粒が大きくて、でこうしっとりとしてね、味わいで、なかなかの いい味を出してるなっていうのはありますね。粒が大きくて、皮もね、皮っていうか、まあパンの周りが柔らかくて、それがまたいいんですね。で、こう冷蔵庫に焼くと、こう、よりシヤッとしててね、全体的に冷えていて、非常に美味しいなっていう感じですね。なかなかの食べ応えのある味という感じですね。というわけでどうもありがとうございました。